来る途中ですけど、カップホルダーがもげました。やっぱり90のすごく振動が大きい。こういうことも起きるんだよな。今日は丸一日全然つながらない電話、 KDDI さんがボルテの障害があるようで、まあそれを任務負けずなんとかやっていきましょう作業は。というわけで先月流しておいたコンクリートがカチンカチンになりました。でこれ昨日一生懸命島に到着して一生懸命雑巾がけして粉は払ってあります。で型紙を取ろうかなと。で型紙を取るには山のように届くアマゾンさんの緩衝材が余ってるのでこれでやってみたいと思います。そもそもね、なんか地震であちこち割れちゃってっていうのはしょうがないんだけれども、これが家自体が歪んでるからちゃんとこう角が90度出てるんでしょうか。今はもう最初は出てたんでしょうけど今はもうちょっと不安ということで、まあ何枚か型紙合わせればうまくいくんじゃないかなと思ってます。割り込んでみました。まあそもそも床にカンと傾斜ついてるんでね、真四角ってことはありえないのでやっぱだいぶずれますね。こんな感じで、まああとはだいたいだけど、こうちょっとこの辺もちょっと合わせました。まあこんなもんで、あとはコーキングでなんとかなるんでしょう。あとはこの辺排水口、これのマーキングをして型紙は終わりかな。あらかりは終わりました。まあ今月はまたもう一回半ばに来るのでこのぐらいでいいでしょうと、その時にもうちょっと片付けたりしましょうかねと。まあこれはノルマなんですが、まだお風呂の修理用のパーツが来てないのでしょうがないからというわけじゃないんですが、まあお風呂のパーツが来ないのも予定通りではありますが、島で頑張ってる福ちゃん、バイクの福ちゃん、こいつのマフラーが錆びてきたのでちょっとだけ整備しようかなと思います。サビ転換剤です。まあ赤サビを変えましょう黒サビに。これ塗ると黒くなるんだよね、びっくりするよね。1時間ぐらいかな、2時間ぐらい反応して本当に黒サビになっちゃうっていうのがすごいよな。本当に黒サビになっちゃうんだよね。真っ黒です。まあちょっと残ってるけど、というわけでこれを持って、どこでやろうかな、これできるかな、いやここでやっちゃって、スプレーしてる、耐熱スプレー、こんなもんで、ちょっとだけ気になってたサビの補修完了。まあ綺麗になりました。マフラーだけだけど。 KDDI が電話が通じないということでもう大変なことが起きてます。2日荷物を待ってますが届きません。まあそれと郵便がもっとひどいです。2日間
配達されてないんですけど、ネットで見ると不在だの転居だのとかって言って荷物が送り返されてるという恐ろしいことが起き、郵便ってこんなもんですかね、ふざけんなよって感じだな。まあ時間がないんで帰るしかないんだけど、購入した商品はどこへ消えてしまうんでしょうか。疑問が残ります。やっとというか、今回のメインイベント、お風呂のマットというかシート、貼り付け防水シート、なんて言えばいいんだろうね、タイルの上に貼るやつですが届きました。やっと作業できます。夜もやらなきゃダメかな。今日は数量2で頼んだんだけど、数量1でも良かったかもしんねえな。まあ足りないよりはいいですけど、余った分で同じぐらい広いところの作業ができそうと。しかしまあとりあえずこれカッターできねえのかな。ハサミで切れると嬉しいんだけどな、ちょっと面倒くさい、この辺面倒くさいからね、形が。ハサミが使えるので作業がだいぶはかどります。切れる切れる、 3.5 ミリもあるのにね、助かるなこりゃ。形がちゃんとしてないので細かい微調整を現物合わせでやってみました。まあ多分これで大丈夫でしょう。あとは隙間をコーキングでべったり埋めます。で専用通りの専用の接着剤を買ってみました。もう時間がないのでどんどん作業を進めていっちゃいます。夜になってしまいました。外は真っ暗、接着剤で貼り込みましたが、まあなんとか貼れてるとは思います。でも乾くまでちょっと時間かかりそう。乾かないとというか乾いてからコーキング打ちたいので、今回は時間切れですね。このまんま次回今月の半ばまた来るので、その時にコーキングを打ちたいと思います。まあマスキングまではなんとかできるかなという感じ。はあ、汗だくです。疲れた。それにしてもまあ大変、島の生活は。